はいどうもカッパ委員長ですじゃあ最後この動画ではね、えー、アジア大会、えー、からの、まあ、これ主に中国の話ですかね中国が、まあ、いよいよ大変だといやもう本当に大変だとでアジア大会でなんかもう天安門もちらついちゃうくらいいよいよやばいと、うんまあ、そういう話ですかね、えー、ちょっとね順番に見ていきましょうかねまずこのアジア大会でさこの間この北の暴挙、ね、この日本のこの えとサッカー、ね、日本代表が、まあ、試合には勝ちましたけど、随分とひでえ目にあったって話あったじゃないですか。あの様子を見て、中国は、いや、北が素晴らしいと、ね、日本うるせえみたいな感じで、一生懸命だっただけじゃないかと、何が悪いんだみたいな、見習うべきところがね、たくさんあるみたいな、わけのわからんこと言ってるんですよね。うんまあ、別にわけわからなくはないですけど、<laughs> ね、所詮あいつらはそういうやつらなんで。 しかしまあ日本って改めてですけどこの周辺国ねこの徳の連中はもう本当こんなのばっかりですね本当に要はやるよ、ねうん、っていう話だったりとかでまあ中国が今この大変っていうのはこのなんかもう日も察ッもねえー、まあ主に経済っていうかまあそもそもがね50を超える異民族のこの国家だから、ね、まとまるもまとまらんもないんですけどもいよいよ抑えが効かなくなってきたから あーなんかね、この人民解放軍がもう直接乗り出してくると、ちょっとでも下手な真似したら、もうお前らね分かってるよなっていう、脅しをかけるじゃなくて、本当にこの抑えにかかるっていう、動いたっていう、そういう話ですかね、何かっていうと、この国営企業に、なんていうのかな、人民武装部っていうのがあって、これがなんだろう、昔でいう憲兵みたいな感じなのかな。 我々は人民解放軍が直接管理する武装した治安維持部門、まあ、だからそういうことですよね。うん、っていうのがあ配置されていると。しかしまあ、なんていうのかな、いまだに日本国内にはさ、ねええー、経団連とか日経なんかでたらめこいて、ね、なんかほだされて、い、ね、まだにこの中国にこの淡い期待というか、ね、この撤退しない企業っていくつもまだあるじゃないですか。うん なんだろう、もう命とかどうなってもいいのかな意外にこの日本企業のこの経営陣ってね、この中国現地、な工場でも何でもいいんですけども、うん、どうなろうと知ったこっちゃねえぐらいにしか思ってねえのかなずいぶんひどいですよね、うん。で、まあここで出てくるのがなんかこのアジア大会でのこのある画像がね、今なんかもう中国国内でもうガンガン削除して回ってるっていう、なんか規制がかかったみたいな。 あーで、これが何かっていうと、これ見て分かりますかねもう数字ですね。64。これをなんか天安門なんか連想、想起させるっていうことで、えー、なんかもう続々と、たぶもうほぼほぼゼロに近いぐらいまで持ってってんのかな。これ陸上女子のこの100メートルハードルでこれ金メダル取ったあ様子なんですけどもね。す、う、べ、ん、ての中国メディアからあこの画像は、 削除されたんですよね、うん、この6と4。ね、うん。まあ、という発信をすることで思い出された歴史っていう、そういうことなのかな。あ、うん、ね。だまあ、これは天安門でいいんじゃないですかね。うん。本当都合。なこのね、都会の連中ってみんなそうだよね。個人でも企業でも政府でもさ。ね、てめえたちに都合悪いことって本当ね、事実も、ね、指摘されると都合が悪いと、もうすぐこのなんか握り潰しにいくよね。 日本ぐらいもそういうやつたくさんいるじゃん。あれさっき話したのもなんかてめえに都合が悪いところを省いて、ね。で、それを指摘されたらなんかこの逆ギレ被害者連れ握りつぶしに行く。あれ一緒じゃん、やっぱり。そういう話だったんじゃないの、うんまあ、改めてちょっと煽っちゃいましたけどね。まあいいや。えー、じゃあちょっとね、一生懸命だったサッカーのなんかこのね、うん、北用語から見ていきましょうかね。 えー、アジア大会、その男子サッカー準々決勝で起きた北朝鮮代表の蛮行に批判の声が世界的にはね特にこの欧米メディアですかねブルーチーム陣営メディアからはなんだろう簡単に言うとサッカー強国の国々からはと言った方がいいのかな。うん で、えー、そもそもイエローカード6枚飛び交った、ね、荒れてたわけですよね。これで北を擁護するとか、さすがって感じしか受け取れないですけどね。まあ、デッドチーム同士っていうことでいいんじゃないですか。うん。で、まあ、主審がね、この、まあ、我々日本、そうだな、我々というか、僕が個人的にこの注目したのは、やっぱりあの、 水水時のねこのねこなんか水ひっったくてておいてあれやっぱりね調べてもこのそもそも対戦相手のチームの水をとかっていうのがそもそも変な話だしさ、ね、だったとしてもね、うん、ありがとうだろ普通はなんで威嚇してなんかこう殴りつけるなんか変なポーズ取ってんだって <laughs>、ねうん、やっぱりねこういうやつらとは分かり合えねえんだなって敵国の敵の攻撃だよなこれもねある意味ねうん でえーまあ、それをしかもこ擁護している、うん、であとこの,試合、ね、この記事にも書いてありますけども試合終了後に、ね、このなんかあ審判を、ね、この鬼の形相で詰め寄る <laughs> 気に食わねえからってなあ、うん、もうこんなやつら、ね、もう大会に出場してる資格がねえんだからよ、えー、んなもで,もでもこれ中国だタフガイサッカーとか言って、ね、一生懸命だっただけだみたいな。 何言ってんだよな、うん、まあだからね、えー、これはもうただ単純にね、暴挙です、暴挙。ね、うん、試合に出る資格がないって言われても当然じゃないですか。うん。ね、資格がない。本当にこれ弾いとけよ。な、うん。いやもう暴力、暴行、暴挙、ね、ルールに従えねっつんだったらさ、ね、これドーピングと同じ扱いでいいんじゃないのね、うん。ルール無視、マナーがなってねうん。 うま、えー、い下手以前の問題だからさ。うん。ねドーピングだってそうじゃん。ね記録の以前の問題じゃん。やっちゃいけないことやるんだからさ。うん、同じようにさばいとけよ。って思いますけどね。うん、できんだよ、できん。そのほが大会なんか、いろいろとうまく回ると思うよ。うん。ね日本でこないだやったラグビー大会みたいにさ。うん。半、ま、島、あ、はダメだ。こういうところがな。うん。てか、レッドチームがダメだよ。うん。そうそう、そういうことだ。 まあただ今回アジア大会は中国大会ですからね。うん、で、まあ、中国のこの国営企業が今年に入って次々なんか人民武装部っていうね。うん、これでもまだ中国進出でとか、まあ結構まあ今年に入ってからもう中国撤退、この間のなんか三菱、あれ三菱は誤報だったんだっけねえ、なんかこのパナソニックのなんかエアコン、パナソニックじゃないか、代金だったっけ なんかいろいろこのね、撤退の話っていうのは、ちょいちょい定期的に出てきてますけども、うん、いや、もう天安門の再来ですよ。ね、うん。もうなん、特戦隊って言うんだっけ。まあ、毛沢東時代に、ね、やっぱもう戻ろうとしてるのかな。うん、ね、だから今後考えられることとして、この借金の取り立てに来たら返り討ちにすると。で、残った会社の資産を、ね、まるっと、ね、軍が接収する。そういう準備でしょ、これは。 うん、これでもまだ中国でっていうんだったらもう本当 <laughs> 正気を疑うよ、うん。で、いやもうこれはもう確実に天安門。これは天安門ですね。うん、これどうなんだろう ?YouTube 的にはアウトなのかなちょっとまだわかんないですけど。ね、とりあえず上げてみます。<laughs> ということで今回以上です。